今回は、元宝第三四半期決算が発表されたので、そちらの方を見ながらパズドラの近況等と合わせて僕の所感をね話していきたいというふうに思います。ちょっと風邪ひいててね、まだちょっと完治していないんでだいぶ鼻声だと思いますがご了承ください。はい、ということで見ていきましょう。元宝第三四半期決算は営業利益 33% 減の158億と大幅減益、ラグナラク、ディズニーピクセル等の準備もということで見ていきましょう。11月12日、2024年12月第3四半期の累計の連結決算を発表し、売上が764億、前年同期 21.8% 減、営業利益158億 32.8% 減、経常利益172億、31% 減、最終利益96億 29% 減と減収減益だったということですね。はい、ということで、要するにめちゃくちゃ下がりましたよということですね。はい、で決算説明会資料の方もね公開されていたんでさらっと見ていこうかなというふうに思います。はい、この辺はいいかな。取り組みとか、この辺もいいかな。はい、グローバル化の推移ということで、元宝はもともとねその海外の売上比率の方が大きい会社なんですけれども、これもだいぶ比率としては下がってはきてますよね。だからこれは全体の売り上げが下がっているっていうことを考えると、おそらくその海外の、売り上げの方がちょっと大きく下がっているような感じを受けますよね。でここら辺ももともとね、その海外が6割以上を占めていたと思うんですけれども、半分ぐらいまで落ちてきていますよというような感じですね。でこれがこの間、リリースされたディズニーピクセル RPG ってやつですね。元宝から久々に登場したスマホゲーなんですけれども、その元のね、そのディズニーのテイストと比べるとだいぶポップな感じになってて、可愛らしい雰囲気で、個人的にはね、嫌いではないんですけれども、ただやっぱりそのソシャゲジャンルって国内は強いんですけど、海外ではそんな流行っていないっていうのがまずあって、でディズニーはそもそも熱心なファンは多分ね、なんかディズニーランド行ったりとか、あとはグッズ集めてめでるっていうのが主な楽しみ方で、わざわざスマホでやりたいと思うようなコンテンツではないんじゃないかなっていうことで、国内ではほぼ話題にはなってないですねっていうのと、あと海外はそもそもスマホゲーの受けがそんな良くないっていうことで、そうディズニー×ソシャゲっていうものがなんかちょっとこう国内外どっち目線からもなんか需要が薄いんじゃねっていう気がしていたので、僕は滑るだろうなと正直思ってました。あとその枠はもうツムツムがほぼ独占してますからね。最初2週間ぐらいはね一応セルラン上位にいたんですけれども、今はもう常にランク外っていうところですね。少なくともその元宝の低迷の流れを切り返すほどのコンテンツにはならなそうかなというふうには思っていますね。はい、で、無料ゲームランキング1位とかになりましたよと。全世界100万ダウンロード突破、13日、じゃあリリース直後ってことか、1週間ぐらいで100万いったよっていう感じかな。はい、忍者ら、もうこの辺の話は全然聞かないな。デスバース、レッドイットダイ、これなんかね軽く調べたんですけれども、その去年の、7月からサービス停止してるらしいですね。なんかそのマッチングにバグがあるとか、ラグがひどくて、まともな対戦にならないとかっていうのがあったらしいです。ただ差収じゃなくて、作り直して再リリースするつもりらしいんですけれども、そこからもう1年以上経っちゃってるんですよね。どうなるのかなという感じですね。はい、でラグナロクの主なトピックということで、9月にまたなんか新しいのが韓国でサービス開始したのかな。はい、で第4クォーター以降の主なトピックということで、各国でねそのラグナロクのサービスが開始していってますよということみたいです。で運営状況、パズドラの方ですね、第3クォーターの方は、元宝ツアーが始まりましたよと。でリアルイベントでいろんなその主に若い方へのアプローチをしていきましたよと。であとアップデートで V 破壊とイベントクエストが実装されましたよっていうことですね。はい、で実施イベント一覧ということで、そうね、これ嫁ガチャがね7月にずれ込んだんですよね。ジュライブライトになったんですよね。はいはいはい、で夏ガチャとかあって、まんじゅうチャレンジとかありましたよと。でコラボの方がコードギアス、マーベル、モンハンとありましたよ。で、今期ですね、今期は、ハロウィンとか大感謝祭が始まっていて、ジュース回線とデジモンがありましたよっていうことですね。はい、でラグナロク関連は、よくわかんないけどもこういうのがありましたよと。で最新作も、やりますよということみたいです。主なその売上の、業績内容ですね。
QOQ、連結の販管費合計は減少したものの、パズドラおよび国内ラグナロク関連タイトルの減収に伴い営業利益減益と、まあ、ラグナロクもパズドラも下がっちゃってますよということみたいですね。で、YOY 年間で見ても、下がっているよということみたいです。で、この数字見ると営業利益、これ過去3年間で最低なのかですよね。今期がなんか一番利益が出なかったということみたいですね。まあそのラグナロク関連の、まあ、広告費とかも結構かさんでるとは思うんですけれども、そういう意味で、利益は全然上がってないと。売上自体もまあほぼほぼワーストですね、これを見る限り。まあ厳しそうだな。はい、連結業績推移ということで売上の内訳で、この水色の部分が主に海外で、青色の部分がまあ国内っていう感じでいいのかな。で、今期が、228億ですかね。そうですね。国内の売上100億切ってるのか。過去5年間で100億を切った時期がないので、それも多分、今回初ですかね。めちゃくちゃやばいなあ。これを見る限り。めちゃくちゃ下がってますね。まあそのグラビティ関連の売り上げのピークが、まあ、2023年2月、ここがあのラグナロクのなんか新作かなんかでがっつり売り上げた時なんですけれども、まあそこがピークでだんだんこう反動で下がってきて、で、それを賄えるほどの国内の売り上げも出てないっていうところで、まあ全体的にだいぶ厳しい感じがしますね。はい、っていう感じかな。じゃあ、そうですね。まあここから僕の考えもちょっと話していくんですけれども、確かに、第3クォーター、7、8、9月っていうのは、売り上げの方もですね、まあ、かなり、低迷していまして、で、月間売り上げ30億を3ヶ月連続で下回ったっていうのが、まあ、今回初めてだっていう話を、まあ、以前もしたんですね。だけど、その時期に取り扱ったコラボっていうのが、コードギアス、マーベル、モンハン、で、いずれもね、非常に人気が高い作品で、これらが、まあ、その後に行われて好調に推移したデジモンとか呪術廻戦と比べて劣る作品なのかと言われると、僕は全然そんなことはないと思うんですね。で、じゃあ、まあ、これパズドラに限った話で、どこでそんな差がついたのかなって考えると、まあ、今年やっぱり顕著なのは、まあ、ゲームバランスの問題なのかなと。で、まあ、さらにその中でピンポイントで言うと、ジノかなっていうふうに思っています。まず大前提、このゲームはやっぱ強いキャラが出ないと売れないっていうのがベースとしてあって、で、7月の、コードギアスで出たジノトリスタンが、まあ、環境最強のキャラとして、登場して、で、それがまあ、運営の意図したものだったかどうかちょっとわかんないんだけれども、まあ、今でもね、ほぼ全てのコーナー移動を、勝てるぐらいの位置にはつけてるんですよね。だけど、ジノって、言っちゃ悪いけど、なんかそのキャラクターとしてそんな人気があるわけでもない中で、そのルルーシュとかカレンとかを押しのけて長期間環境トップに居座ってるっていうのが、なんかやっぱちょっと違和感があるよねっていう風になって。で、まあその後に登場したマーベルモンハンの中にも、ジノを明確に上回るキャラっていうのは出なかったし、まあそのモンハンでね、ネロミエルみたいなその別方向で需要があるキャラっていうのはいくらか出たんですけれども、まあカジュアルになんとなく遊べればいいよねっていう人は相変わらずジノを使ってればよかったんですよね。でもかといって、じゃあそのジノというキャラをキャラとして強くめでていけるかと言われると、まあ多分そういう類のキャラでもないと思うし、ジノと噛み合うようなキャラがこの間に出たわけでもないから、なんかそこのチグハグ感っていうのをズルズルと引きずったまま、経過した3ヶ月っていう感じだったんですよね。で、あとはそうですね、まあ、コードギアスはね、イラスト使い回しで炎上したし、モンハンもまあネロミエルのね、ご表記とか、あとはラギアクルソ起床のイラストの件とかもあって、まあ穏やかではなかったと思うんですよ。マーベルはね、まあ石11個ガチャとかあったけども、まあ使えるキャラっていうのが、まあ、割と交換可能なやつが多くて、で、あとその過去に登場してすでに持ってるよっていうキャラに結構需要が寄ってたっていうところがあって、まあだから追加でがっつりガチャを回すっていうようなコラボではなかったかなと思いますね。まあそういう意味ではユーザーの財布には優しいんですけれども、まあ逆に言うとあんまり記憶に残ってないですね。はい。で、それに対して呪術廻戦はですね、
あの、まあ、スクナとか五条とかのメインキャラっていうのがしっかり強くて、でそのサブも同じガチャから出るキャラ、まあ、マコーラとかメイミーとかゲドウとかってめちゃくちゃ強かったじゃないですか。でそういうところでしっかりと賄えるコラボ単体でこう整ったパーティーを組めて人気の高いキャラをメインで活躍させられるから、まあ、そのコラボとしての納得感っていう意味では比較的高かったと思うんですよ。まあ、デジモンも同じ理由ですね。で、そういった売れるとされる要件を満たしたコラボを10月中に2回やったから10月は売れたよねっていう話なんですよね。まあ、この画像だとなんかそのデジモンは11月みたいになってるけども、実際は10月なんでね、はい、っていうことかなっていうふうに思っていて、だけどその納得感っていうのはやっぱり毎回出せるわけじゃなくて、その納得感演出するためにはやっぱり強いキャラを出してインフレをさせないといけないっていう点は結局動いてないんですよ。でそのことを多くのユーザーも分かってきているから石を温存する動きっていうのが強まってきていて、まあその要は魔法石の吐き時っていうのを、いつなのかっていうのを見極めることに今注力してるんですよね。だから逆に言えばそうじゃないタイミングでガチャをやっても売れづらい状況になってしまっているということでもあるから、売り上げを高く保とうとすればするほどインフレのペースを早めていくしかなくなってしまうんですよね。まあ、そうなるとやっぱり最終的にいくら環境を取ったって言っても半年も持たないからバカらしいわって言って離れていく人が出るっていうのはもう止められないんですよね。でその悪い流れっていうのを止めるために自社コンテンツにも力を入れていかないといけない。力を入れるっていうのはその強くするっていう意味じゃなくて、そのキャラとしての魅力を引き立てることに力を入れるっていう意味ね、なんですけど、現状やっぱりコラボに、偏りすぎていて自社キャラの価値を高めようっていう動きはどうしても少なくなっちゃってるから、そこの考え方というか、まあ方針がね切り替わらない限りは結構厳しいままなんじゃないかなというふうには思いますね。まあパズドラだけじゃないんですよ全部がそうなんですよ。捧げ界隈全体が勢いが落ちてるっていうのは分かってるし、会社として必死なのも伝わるし、まあコラボすれば売れてるだけ他よりマシっていうのもまあ事実だとは思う。でもやっぱりパズドラが好きでやってる人からするとそればっかりになるのは寂しいじゃないですかね。あの満を持して登場したアンケートゴッドフェスもあのセルライ一桁取れなくなってますし、ブランドを殺さないためにはやっぱり目先の売り上げだけじゃなくて、もうちょっとこう長いスパンで見ながら、バランスよくやっていく必要があったのかなっていうふうには思っちゃいますね。はい、っていう感じかな。そうですね、そんな感じですね。よかったら皆さんの感想も教えてください。以上。